平成28年8月3日、熊本地震の影響で校舎が被災し、旧小貝市東部小学校で学校を再開した阿蘇市立阿蘇西小学校で、ラグビーの五郎丸選手らがラグビー教室を開き、夏空の下、子どもたちと楽しく汗を流しました。阿蘇西小学校を訪れたのは、NPO 法人フィールド・オブ・ドリームズでタグラグビーを指導している元プロラグビー選手の石川康彦さんと、現役のプロラグビー選手の八富勇樹選手、五郎丸歩選手の3人です。児童たちは夏休みの登校日にラグビー教室があるとだけ聞いていて、石川さんと八富選手が紹介された後、サプライズで五郎丸選手が登場すると大きな歓声が上がっていました。ラグビー教室では腰に2本のタグをつけ、タックルの代わりにそのタグを取るタグラグビーが行われました。タグを取り合ったり、小さなラグビーボールを持ってタグを取られないようにゴールまで運ぶゲームなどが行われ、およそ2時間にわたってラグビーの楽しさを満喫していました。また児童たちのリクエストで五郎丸選手のおなじみのポーズ、ルーティンからのキックも披露されました。ナイスキック、素晴らしい。教室終了後には五郎丸選手のサイン入りのラグビーボールが児童一人一人にプレゼントされ、嬉しそうに受け取っていました。そして全員で記念撮影も行われ、児童たちにとって忘れられない夏休みの思い出となりました。ラグビー教室どうだった？楽しかったです。五郎丸選手触った？はい。どうだった？かっこよかった。楽しかったですか？楽しかったです。ラグビーは好きになりました？はい、うん、応援しなきゃね、これからね。はい、はい、ちょっとお母さんにもどうですか？あ、すごいびっくりしました。はい、なかなかラグビーとか間近で見ることないからですね。うん、いい経験になったと思います。阿蘇市の中でも被災した小学校を選んできてくださったということですが、やっぱり地震でね、少し子どもたちも元気がない中、ね、そうですね、なかなかみんな元気もないしですね、親の方もちょっとバタバタと忙しいので構ってあげてないので、うん、なんかちょっとリフレッシュできたんじゃないかなと思います。はい。